あれあれ、猫の上にタコが巻きついています。面白い人形ですね。山形県米沢市にはこんな何とも愛らしい歴史ある土人形作りがまだ残っています。茶柄人形は花巻人形、包み人形と並んで東北三大人形の一つに数えられています。茶柄人形の初代は米沢藩上杉鷹山公の家臣だった相良清左衛門篤忠です。彫刻の技術に長けていた相良清左衛門篤忠は藩財政立て直しの判命を受け、ここ米沢市鳴島に東洋を築きました。その鳴島焼は現在も米沢市を代表する工芸品として残っています。相良清左衛門篤忠から出発した相良人形は京都の風情を表した伏見人形に影響を受けたと言われています。どちらも人形から物語が聞こえてきそうな雰囲気があります。相良人形は相良家に代々伝わる手仕事となっています。太平洋戦争で制作は一度途絶えたものの、各界の工芸家たちの再攻撃により7代目相良隆によって相良人形が再興されました。以来相良家に伝わる相良清左衛門篤忠が残した相良人形は相良家の手仕事の遺言を守り続けています。現在の相良人形は8代目の相良龍馬によるものです。原料となる土は屋敷裏の粘土を使って作られます。昔から変わらない古法を守り、代を重ねるごとに着色模様に新工夫がなされています。相良独特はユーモラスな物語風テーマと、当時の武士から見た町人文化や農民の暮らしが素朴で優雅に表現されている作家の感性です。そして何よりも三角目と呼ばれる目の描き方、人形の感情が伝わってくるように見えませんか。その人形が持つ物語性から県や市の観光ガイドの表紙を相良人形が飾ることもあります。平成17年度には日本観光ポスターコンクールで最優秀賞の金賞である国土交通大臣賞も受賞しました。やっぱり見ていると何か物語を感じてしまいますよね。米沢藩の家臣だった相良家で220年間受け継がれてきた土人形はおかしくも可愛くも見えてきます。